ちらにずらりと並んだ商品、すべて冷凍食品なんです。都内にオープンしたのは主に冷凍食品を出す次世代型レストランです。タブレットで注文すると店員が冷凍庫から商品を取り出し加熱して提供します。しっかりとしたトマト味で食感はもちもちして弾力があります。商品は買って帰ることもできます。ロイヤルホールディングスは2030年までに100億円規模の事業に成長させたい方針です。